皆さんこんにちは、いちきです。今回もこちらにやってきました。一番館習志野店ですね。ありがとうございます。はい、で今回も買い取りアップキャンペーンありそうなので、こちらですね、私が使っていたアルデバランとゾディアス、こちらを売っていこうと思います。では行きましょう。見てください。早速8月1日にイベントやるんですけど、このね、サイン入りのポスターをイベントが終わった後に希望者に差し上げようかなと思いますので、もし希望者がいれば店舗でカウンターでおっしゃってください。はい、こんばんは。ブツを売りに来ました。よろしくお願いします。はい、で買い取りアップキャンペーンが、7月の17日から7月31日、はい、までまたね 20% アップ開催されますので、よかったら皆さんね、売りに来てください。では査定お願いします。頑張ります。お願いします。はい、こちらですね、 LINE ですね。はい、だいぶ糸変えてないので、今回ちょっと全リールの糸を買います。いつものやつですね。はい、はい、査定が終わりました。ありがとうございます。はい、リバック前の前です。おお、すごいよ。リールと竿を合わせてこちら。これでもやばくないですか。これでも高い方だと思うんです私。もうちょい低いかなと思ったんですけど、こっから 20% アップですから。20% アップですから。はい、おお、マジか。はい、こちらのこの会計の上の方ですね。8000円。ありがとうございます。今8000円ですか。というわけで、まあ、この 20% アップの振り幅って多分多い方が、ね、どんどんアップしていくと思うんで、もしね使わないものとかビールとかルアーとかいろいろあったら、もう大量に持ってきたらいいんじゃないみたいな感じで、ありがとうございます。はい、ということで換金をお願いします。はい、その隙にね、その隙にこれをちょっと忍ばせようかな。その隙に、はい、なんで今まで置いてなかったんだろう。はい、行きましょう。1万円と567、はい、わかります。ありがとうございます。やばいよ。はい、店長の永井さんです。よろしくお願いします。お願いします。この今何もないでしょ、何もないでしょ。ここめちゃくちゃ広いんですけど、ここをリニューアルして、ここも釣り部屋として、はい、売り場にします。売り場にするってことですよね。はい、はい、なので今その買い取りアップキャンペーンをやって、ここに在庫いっぱい竿とリールと、はい、あとボード用品とか、ルアーとかをいっぱいにしたいと思ってるんで、ぜひ皆さん持ってきてください。よろしくお願いします。もう釣り具全般いい、ね、そうですね、釣り具に関係してれば釣り具じゃなくても大体なんとか頑張ります。なんとか。よろしくお願いします。お願いします。はい、あとですね、この店舗内でイベントをされるそうなんですけど、そうですね、はい、夏休みのお子様向け企画として、はい、在庫釣り大会を開催しようと思います。めっちゃ楽しそうじゃないですか。そうですね、お父様がよく釣り具屋にですね、子供を連れてくるんですけども、うん、どうも楽しそうじゃないので、あ、お子さんが、はい、時間かかりますから、ね、ぜひここ来たら楽しい場所になってほしいなと思って。あ、なるほど。ここにプールを作って、はい、お父さんお母さんたちが釣り具を見てる間に子
子供たちはここで遊べると。まあ一応ね、はい、お父さんかお母さんについていってもらった方が、はい、安全かと思います、はい、開催期間なんですけど、ここの習志野展が、7月の24日と8月の14日で、大宮展の方で7月の25日と8月の、15日に開催されるそうです。とポイントカードは、はい、誰でも入会できて、はい、お金もかからなくて、うん、当日から参加できるので、持ってない方は当日入っていただければなと思います、はいはい、お金もかからないし、はい、予約もいらないです。予約もいらないし動画もいらない、はい、が来るだけで遊べるっていう。そうですね。その釣ったザリガニはどうするんですか。はい、何匹釣ってもいいんですけど、はい、1匹だけ、お持ち帰りいただいて、うんペットとして買っていただいて、可愛がっていただければなと思ってます。じゃあ家に水槽がある人はぜひ一匹持って帰っていただきます。はい。はい、いつ来てもじゃあ、はい、大体やってると思います。いつ来ても遊べるっていう感じで、はい。なるほど。じゃあね、ぜひ夏休みでもお子さんね、そうですね。いらっしゃる方はぜひぜひ遊びに来てください。楽しみに来てください。はい、よろしくお願いします。ね、私は。巻物用で使ってたアルデバラ NGL のノーマルギアなんですけど、どこに書こう。で書かせていただきました。でこれは、明日からこの習志野展に、展示されるので、もし見つけた方はお読みになってくださいぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあのー。何を撮ってるの今普通に買い物してるだけなんだけど、いいのかな、こんな動画でいいのかな。ちょっとこれ持ってか私ありがたいですね。うん。